はい、皆さんのお天ともです。有心ゲージの実況となります。今回こちらの本日実装されましたイベントガチャ百式&クワトロガチャ、これに関して引くべきかどうか、そしてリセマラ方法のね、まあ、恒例の解説をやっていきたいと思います。ということで百式やってきました。めちゃめちゃかっこいいモビルスーツですね。100年戦えるモビルスーツとして作られたんですよね。いや、ほんとメガバズーカランチャーもですけど、ほんとめちゃめちゃかっこいい。ちょっと見切れてるけどね左側見切れてますけど、これはね非常に引きたくなる機体ですよね。まあ僕がね個人的に百式結構好きっていうのもあるんですけど、僕はおそらくねちょっと引いていこうかなって思ってるんですけども、客観的にこのガシャね引くべきかどうかっていうところなんですよね。まあ昨日考察動画、初見チェック動画出しましたけど、まあ、初っ端の印象は、まあ、この機体引くべきかなと。ね、EX スキル。敵全体に攻撃力の 406% ダメージという敵全体必殺。敵全体ダメージというね。ナイチンゲール以来の、ね、敵全体必殺持ちの機体登場ということで、非常に貴重。で、敵全体ダメージの強さはね、ナイチンゲールが実証済みなので、あ、これはもう強いなと。で、加えてね、その下、回避不可能状態を付与っていうね、強烈な妨害要素も持ち合わせているということで、あ、これはかなり強烈な通常機体来たなって思ったんですけども、その下ね、自身に20秒間防御力 50% 減少っていうね、自己防御デバフっていうね、これまた強烈なデメリットを持ち合わせているということを知って、なるほどなと一概に引くべき機体とはちょっと言えなくなったんですけど、それでもね、まあ、ちょっと使ってみないとわからないっていうのもあるので、やっぱり敵全体必殺っていうのはちょっと魅力的なんですよね。うん、その後撃った後すぐに落とされるとしても落とされたらまずいか。ただその最初の一撃でどれぐらいね、その場を有利な状況に持っていけるのかですよね。そこで初撃だけでかなり有利な状況に持っていけるんだったら、かなり取る価値のある機体なんですけど、そこなんですよね。はい。で、こちらの機体、第3兵装持ってます。クレバズーカ。ね。まあ、百式メインがビーム上昇ダメージ。ね。ビーム上昇ダメージの方が高いので、まあ、若干ね、合ってないんですけど、実弾ということで。ただ、それでもね、第3兵装持ち。まあ、よく言えば、ビームも実弾も扱える機体ということで、汎用性は高いですね。どんな編成にも入れることができる。ビーム、実弾編成ともにね。うん、まあ、ビームメインですけど。うん、ということで。ただ、これ、クレイバズーカの威力 D プラス、低いですよね。これはどうしてだ？何発も撃つ感じかな？ファンネルみたいに。かな？クレイバズーカなんか一発チュドンっていう、イメージですけど、この威力的には何発も多弾的な感じで撃つ感じですかね。いや、違いました。クレイバズーカ、百式のクレイバズーカって、まずはバズーカ撃った後に、その後拡散するんですよね。拡散バズーカ。ね、スパロボとかだと拡散バズーカっていう武器名称だったと思います。うん、そう、三段銃みたいにね、三段するんですよね。だから、その三段具合がこの D プラスに反映されてるって感じでしょうね。うん。はい、ということで、まあ、いずれにしてもね、この第3兵装持ちの機体イコール強機体ってある図式はね、変わらないと思うので、やはりこの百式は強い機体になるとは思うんですけど、やはりこのEX スキルがちょっと気になるところですよね。なので、やはりね、この機体引くべきとはね、ちょっと言えませんね。ただ、この今のね、イベント的に、タイミング的には、めちゃくちゃ、引くべきではないけど、引きやすいガシャにはなってます。はい。というのも、バトルラッシュ。バトルラッシュが青特攻なので、この青属性の百式が刺さります。ね。まあ、百式がなくてもクリアできるっていう方は全然いいんですけど、そうじゃなくて、なかなかクリアが難しいっていう時に、この百式が役立つかもしれません。で、さらに言うと、まあ、バトルラッシュが1週間あって、その、次、また来週、クランバトルが始まります。で、クランバトルで輝く機体が回避不可能状態を付与っていうね、こういう機体があると役立ちますよっていうね、公式さんが発表しているので、めちゃくちゃ合ってるんですよね、百式。
なので2週間続けてこの100式が、まあ、いわゆる人権的なね、そのイベント人権的な機体になるので、そうそういった意味でも取りやすい機体となっております。で加えて今ね、ストーリードロップ2倍キャンペーンが実施中なんですよね。なので、まあ、いつもだったらイベント会社引いて、でその機体を取ったとしてもすぐに育成ができなかったりするんですけど、今はガンガン育成ができる状況なので、このイベント会社で100式を取ってすぐにね、100式をある程度強化することが可能なんですよね。そう、そういった状況からかなりこのイベント会社は引きやすい。そうで、加えてダイヤね、大量にもらえたので、今回の大型アップデートでかなりダイヤが増えたので、なのですごい引きやすい状況ではあります。そう、引くべきかって言ったら断言はできないけど、引きやすいガシャですね。ただ引かない方がいいっていう状況でもあるんですよね。というのも、この100式が終わって来週、もしくは再来週、まあ来週かな、まあいわゆる月末にね、また限定機体ね、前回のニューガンダムサザビーみたいな限定機体がおそらく来ると思われます。なので、そうやはり限定機体にね、ダイヤはつぎ込んだ方がいいっていうのが基本的にあるので、それを考えると、今はいくら引きやすい状況でもちょっと我慢してその限定機体にぶち込んでいく方がいいのかなっていうね、引きやすいタイミングであり、ちょっと引かない方がいいタイミングでもある、そんなガシャですね。はい。で、このクワトロさんはね、ヨワトロさんなので引かなくて大丈夫ですそう、残念なんですよね。本当に過去一残念な UR キャラクターだと思っております。射撃センス、格闘センスがめちゃめちゃ低いで、反応高いけどそんな飛び抜けて高いって感じでもないので、でスキル1も100式に合ってるようで合ってないっていうね、格闘センスで、青属性はいいんだけど格闘センス上昇ということで、まあ、そうか、ビームサーベルがさっき見たら S- だっけ、まあ、ビームサーベル的にはいいんだけど、メガバズーカランチャーっていうかクレバズーカね、あれと相性が良くないので、カミューの方が全然いいですね。100式乗せるならカミュー。ということで、このクワトロさんはスルーで OK です。はい。なので、リセマラ、まあここ最近と同じ感じを提唱するんですけど、まあ基本的には72時間限定の UR2 倍ガシャ、あれを分回して、機体をね、UR 機体を大量に確保するのが良いです。で、そこで20連か30連回して、で、残りの10連とか20連で、UR2 倍のキャラガシャの方を分回して、UR キャラを大量に確保するといった、ね、そんな感じでございます。今多分ね、ダイヤかなりもらえるので、いつもね、30連と仮定して話しているんですけど、おそらく50連とか回せるんじゃないかな。40連かな。なので、まあ、今回のアップデート後から始められる方は、こういったリセマラがいいですよといった感じですね。リセマラ自体はめちゃくちゃやりやすいので、1分で、どんどん回していけるので、はい。ぜひとも大量にね、UR 機体、そしてキャラクターを確保してスタートをしていきましょう。はい。ということで、多分今日はもうね、この100式ガシャ引かないと思うんですけど、明日以降、ダイヤ使って引いていこうと、ちょろっとね、引いていこうと考えておりますので、またチェックの方よろしくお願いいたします。では、今回これで以上となります。いかがだったでしょうか？よければ、いいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオン。